アニハセヨ、ヒヨンです。今回はですね、ヒヨンのリアルリピ買いアイテムたちをご紹介したいと思います。まあ、ヒヨンがいろんなコスメだったりスキンケアを使わせていただく機会が多くて、数が多いので使い切ることはまずほぼほぼないんですけど、そんな中でもリアルにリピ買いしたものたちをご紹介したいと思います。つぶこぶ言わずに始めますか。それではスタート。イイ、はい、って感じでフィヨンのリアルリピ買いアイテムなんですけど、今回はコスメとスキンケアの2種類にしたいと思います。で、さっきも言ったんですけど、フィヨンがいろんなコスメだったりスキンケアをたくさん使わせていただく機会が多くって、本当に使い切ることが難しかったりするんですね。で、なんかこの前動画でベスコスとかを上げた時に、なんかちょくちょくおすすめなものが変わって何がいいかわからないっていうご意見があって、なんかフィヨンがそう思った時にやっぱりどれも本当におすすめなんですよね。そんな中でもヒヨンの本当におすすめなのって何なんだろうって考えた時に、やっぱり繰り返して買ってるアイテムは相当気に入ってるんだろうなっていうこともあって、今回はちょっとリピ買いということで紹介させていただきたいんですけど、まずはじめにコスメたちになります。まずはじめにこちら、これはムーのスキンスムーザー BC でトーンとのコラボアイテムになります。これはフィヨンのメイクになくてはならない、ほんと必需品のもので、塗る油取り紙って言われてるらしくって、メイクの崩れが気にならないし、最初のベースで塗っておくとすごい安心なんですけど、フィヨンは鼻の毛穴が一番気になってるんですけど、その鼻にこのスキンスムーザーを塗った時と塗らなかった時の仕上がりが違う。他にもそういう毛穴隠すプライマーとかもあると思うんですけど、そういうのってホシャホシャする感じで、その肌の質感が好きじゃないんですね。でもこれはそれがないし、ちょっとね硬いバームみたいな感じなので、その後に塗る BB だったりファンデーションの塗り方も好き。続きましてこちら、こちらがベッセリッシェのコンシーリングベース。これはコンシーラー並みにカバー力がある化粧下地になるんですけど、なんかクマだったりニキビ跡と、あと色ムラとかを均一にしてくれながら、保湿成分も配合されてるので肌がすごい潤った状態にしてくれるし、なんか毛穴のカバーとかもしてくれるらしいんですね。で、 UV カット効果も入ってるので、これを塗ってあげるだけでその日焼け止め効果とか安心できるし、そういった意味で使いやすいし、これ一本で肌がすごく綺麗になるし、自然な仕上がりになるっていう感じの化粧下地ですね。こういう風なチップのタイプなんですけど、塗ってあげた時に厚塗りにならないし、なんか自然な綺麗な肌を作ってくれるので、すごい好きです。これは今年のフィヨンの肌のテーマがよりナチュラルっていうものなので、ナチュラルな肌に仕上げたい時にすごいおすすめ。これ一つ塗ってあげればコンシーラーもしなくていいし、一応日焼け止め効果も入ってるし、まあ、ちょっと上にファンデーションを薄く重ねてあげるだけで完成っていう感じなので、その時短メイクにもなるんじゃないかなって思います。続きましてこちら、こちらはセザンヌのシェーディングスティック02番になります。これももうまたなくなっちゃうから新しいのを買い足さなきゃいけないんですけど、これはもう3、4本目ぐらいですかね。これはもうフェイスラインにしか使わないんですけど、フェイスラインに使うときはパウダーよりもこういうスティックタイプが好きなんですね。それはなぜかというと、しっかりシェーディングしたいからっていう時に、この色がすごくちょうどいい、こうやって伸ばした時に割と馴染みもいいので使いやすい、しかもプチプラっていうことでフィヨンは好きなアイテムです。で、基本的にスポンジでこうやって馴染ませるんですけど、スポンジはフィヨン多々忘れてしまう時があるので、そういう時こうやって手で馴染ませるんですけど、手で塗っても別に普通に馴染む、馴染んでくれるところが無難に使いやすいです。続きましてこちら、イニスフリーのスキニーブローペンシル。これはもう本当に何回紹介したかわからないっていうアイテムなんですけど、フィヨンの眉毛を描くにはもうこのスキニーブローペンシルはなくてはならないアイテム。もう発色がすごくいいし、この細くて無駄のないデザイン、ペンシルとこのブラシがついてるんですけど、やっぱこうやって2つ両サイドについてる時って、どっちがペンシル、あ、こっちじゃなかった、
あ、こっちとかあるじゃないですか。これはね、一目でわかるの。こっちにこの色がついてる方がペンシルで、ない方がブラシなんですけど、そういった手間もない。ペンシルもすっごい細くて描きやすいし、ぼかすとパウダーみたいになってくれるし、これはもう10本以上買ってるアイテムだと思います。続きまして、同じくらい好きなこちら、セザンヌの超細身アイブロウ。これも大好きで、フィオンのこのね、涙袋のラインを描くにはなくてはならないアイテムなんですけど、こんなに細いアイブロウを作ってしまったら、もうこれ以上何で涙袋のラインを描けばいいんだっていうぐらい描きやすい。これ発色もいい。このスキニーブローペンシルも細い方なんですけど、それよりも細い。まあ、超細身って言ってるぐらいだからね。って意味で、ちょっと描き足したい時とかにこれを使ってあげると、ピンポイントで描けるし、他の眉毛を邪魔しないっていう意味で好き。これも何本買ったかわからない。すでにもう2本ストックがあって、色はフィオン02番と03番買ってるんですけど、やっぱり髪の色を変えたりするので、その時に合わせて使えるようにしたり、いろんな色を使えるように色は買ってます。続きまして、こちらエチセのアイエディションマスカラベースになります。フィオンはまつげを作るとき絶対にベースを塗るんですけど、ベースいろんなものを使ってきた中で、これやっぱり使いやすい。ブラシじゃなくてこのコームタイプ、まつげ一本一本にしっかりついてくれて、無駄につかないし、使いやすいです、とにかく。で、このエチセブラックのパッケージは新しいパッケージで、だから新パッケージをさらに買ったっていう感じです。続きまして、こちらジョンセンブルのリパイニングラッシュフィットとマスカラで、フィオンブラック買って、こっちがブラウンになるんですけど、ブラックを買ってあまりにも良くて、ブラックをさらにもう一本買って、でブラウンもあったから買い足したっていう感じ。フィオンのマスカラ何使ってますかって聞かれる率がめちゃめちゃ多い。フィオンはまつげがパチッっていうのが好きなので、基本的にフィオンマスカラはロングタイプなんですけど、これはロングに伸びてくれるのにボリュームにもなるっていう感じが最高にいい。で、昔フィオンはマスカラをお湯で落ちるタイプしかほぼ使ってなかったんですけど、これに出会ってから、このまつげになるんだったらもうポイントリムーバー使いますっていう感じになったので、それぐらいお気に入りのアイテムです。続きまして、こちらヘラのスパイシーヌードバーム322番。このヘラのリップバーム、こんな感じで、ちょっとシアーな感じで、すごくちょうどいい赤だけど塗りやすい赤で、唇に塗るとちょっとスースーするで、パッケージも可愛い、持ってて気分が上がるっていうことで、お気に入りで他の色を買い足したっていう感じです。それがこちら、00番、これリップバームみたいに使えるものと、この新色が266番、ちょっとコーラルっぽいというか落ち着いた感じの色で、これは同じ色をリピ買いしたっていうわけではないんですけど、この最初に買ったリップの質感だったり使い心地が良くって、違う色を2つ買い足したっていう感じ。続きましてこちら、これはレブランのキスグローオイル012番。これはティントタイプのグロスになるんですけど、質感とか塗った感じが大好きすぎてリピ買いしました。この感じ、これも塗りやすい。で、この色も好き、この自然な感じ。フィオンがパキッとしたリップはあんまりつけないので、こういった自然なタイプがいいんですけど、それが叶うし、このツヤ感も好きだしっていう意味でおすすめなアイテムになります。続きまして、こちら、こちらが For Me by GU のダブルリップグロスで、これは GU から出たコスメブランドのグロスになるんですけど、これはね、色もめっちゃ可愛いし、1本だけでちゃんと発色してくれるし、グロスのベタベタ感があんまりないというか、質感もちょうどいいっていう感じで好きなアイテム。いい。続きまして、スキンケアと、まあ、ボディケア系。まずはじめにこちら。こちらはファミのローズソフトナーになります。で、これは導入美容液になるんですけど、もう肌につけた時になんかごわついてる肌が柔らかくなる感覚がすごい自分で実感してびっくりしたのを今でも覚えてる。で、本当に肌が柔らかくなって、その後につけるそのスキンケアたちが浸透していく感じを、フィオンはすごく実感したので、もうこれを欠かさずつけてるんですけど、それでもこれは2本目っていう感じになります。このソフトナーはフローラルウォーターを 90% 以上使ってるみたいで、やっぱり肌につけた時の香りとかでもなんか癒されるところがフィオンは好きです。こんな感じ、もう結構サラサラなお水っていう感じ
で、いろんな導入美容器あると思うんですけど、これは割とそのサラサラなタイプ。で、他のはなんかジェルだったり、オイルっぽいのだったりあると思うんですけど、化粧水感覚でつけられるっていうところも、基本お気に入りだなって思います。ちょっとジェルタイプだったり、オイルタイプを一番最初につけてしまうと、その後のスキンケアたちが染み込むのかっていう不安になっちゃったり、毛穴に詰まっちゃったりしないのかなっていうのがあるんですけど、その感じがショートナーは全くしない。化粧水感覚でつけて、その上から化粧水重ねてスキンケアしていくっていう感じなので、使いやすいし、肌が柔らかくなる実感もするし、すっごいおすすめっていう感じですかね。続きましてこちらは&B ハイコンセントレイトVC ミスト。これはフィオン化粧水として使ってるんですけど、何がいいかって、とにかく保湿力がめちゃめちゃ高いです。つけた時、何回も重ねた時、本当にもう、もっちもちというか、この肌に手が吸い付く感じが、すごい。で、成分的にビタミン C が入ってるんですけど、なんと 10% 以上の高濃度のビタミン C が入ってるらしいんですね。やっぱりビタミン C って肌をきれいにする上ですごい大切な成分だと思うんですけど、それが高濃度で入ってるっていうことで、肌荒れを治したい方だったり、ちょっと透明感を出したい方とかにもすごいおすすめだし、いろんな方が万能に使えるミストなんじゃないかなって思います。うん、これいろいろ使い方があって、フィオンは化粧水として使ってるんですけど、美容液としても使えるみたいで、その化粧水と美容液が一つになった感じらしいんですけど、それもすごいいいですよね。だからフィオンは化粧水で使ってるけど、それくらい美容液成分も入ってるので、まあ他に美容液をつけなくても大丈夫っていう感じだし、これ一つでいろんな肌悩みが改善できるっていう感じです。で、成分もすごい優しくて、大人の方から子供まで使えるみたいなので、そういった意味でも肌につける時にすごい安心できるものだと思います。で、これはドラッグストアとかロフトとか手に届きやすいところに置いてあるのに、成分的にもすごいいいし、2800円なのでめちゃめちゃ高いっていうわけでもないっていうのも良い。これは本当にただのミストなので、今ほとんどメイクをしてないので上からつけたんですけど、結構メイクしてる上だとふわーんっていうミストじゃないので、ちょっとよれちゃうかなっていう感じ。めっちゃおすすめです。これも続きましてこちら、シカデイリースージングマスクになります。最近の動画でも紹介したと思うんですけど、本当に大好きで、1個使い終わって、今これ2個目なんですけど、もうすでに3個目も買ってあるくらいお気に入りのアイテムです。これは朝のスキンケアとして使ってるんですけど、30枚入ってるんですけど、こういうピンセットがついてあるので、これで取ってあげて、で、肌につける。まあ、それだけなんですけど、ピンセットがついてることによって、やっぱり衛生的にも安心できる。部分も好きだし、このシートの薄さ、美容液のサラサラ感。シカなので肌を鎮静してくれるタイプで、朝のメイク前に肌を落ち着かせてあげないと、やっぱりメイクのりもあんまり良くないと思うので、そういった意味で朝に使うパックに本当に最適すぎる。やっぱりメイク前のスキンケアとなると、そんなめちゃめちゃな保湿っていうよりも、割とさっぱりした保湿をしたいと思うんですけど、その願いがすごい叶うって感じで、これもおすすめの一つ。続きましてこちらがイニスフリーのルートベジタブルマスクになります。今フィオンがヤムイモのパックを今持ってるんですけど、このヤムイモがおすすめなんじゃなくて、このルートベジタブルマスクっていう種類がおすすめ。去年の夏ぐらいかな、イニスフリーの表参道の店舗に行って爆買いっていうその動画を撮ったと思うんですけど、その時に初めて出会ったパックなんですね。その時にまあ何枚か買って、とっても良くて、その後に買い足して、だからもう2回買い足してるっていう感じなんですけど、何がおすすめなのかって、このルートベジタブルマスクは根菜系の成分を使ってるマスクで、美容液のタイプが3つあって、1つがウォータータイプ、2つ目がエッセンスタイプ、ちょっとしっとりした感じ、あとクリームタイプの3つがあるんですけど、やっぱその日によって肌の調子って違うし、やっぱりニキビができちゃった時ってクリームタイプはあんまり良くないと思うんですよ。だからそういった時はウォータータイプを使ってあげたり、その逆で乾燥がすごい気になるよっていう時はクリームタイプを使ってあげたりっていう、そういうカスタマイズができるっていうのがフィオンがすごい好きなポイントの一つでもあるし、あとシートも 100% 植物由来のものを使ってるみたいで、そういった面でもすごく安心できる。フィオンが今ヤムイモの種類を持ってるんですけど、全部で8種類のシートがあるので、まあ、自分の好きな成分を選んであげて買ってあげたらいいんじゃないかなって思います。
で、フィオンが特に好きなのはごぼうと、あとレンコン、あとビーツとかが好きです。ごぼうはキメの整った肌、レンコンはハリで、ビーツはくすみケアっていう感じで、それぞれなんかその特化してるものが違うので、自分の好きなものを選べば良いっていう感じです。続きまして、こちらがメディヒールの T2D ケアソリューションエッセンシャルマスク REX。 これはフィオンがもう動画で何回紹介したかわからないぐらい出てるアイテムなので、本当に大好きっていう感じのマスクになります。で、 T3 はやっぱりちょっと肌荒れしちゃった時におすすめで、このタイプのメディヒールが好き。去年の動画で、あの自粛が始まって韓国に行けないからオリーブヤングで爆買いしたっていう動画があったと思うんですけど、その中で紹介したコラーゲンインパクトエッセンシャルマスク REX も好きになった。で、今そのね、ブラックヘッドのやつと黄色のやつがまたフィオ楽天で注文してて、で、まだ来てない状態で、 T3 とブラックヘッドはもう何回も紹介したいと思うので、本当にリピ買いってみんな分かってくれると思うんですけど、もともとはこの2つだったんですけど、そこに黄色が加わって、この3種類がフィオのスタメンマスクっていう感じになった。フィオが今27歳、今年が28になるんですけど、前は肌荒れタイプのマスクをたくさん使うことがあったんですけど、この年になってからかちょっと張りとか弾力を求めているようになって、ちょっとね、買うマスクの種類が変わったなってすごい思います。続きましてこちら、もう全然ないんですけど、こちらがバイオイルになります。で、フィオンオイルは足のマッサージをするときとか、お風呂から出て保湿をするときにもう欠かせないアイテムなんですけど、バイオイルは本当に小さいときから、もうオンマーがフィオンに教えてくれてからずっと使ってるので、これ今でもリピ買いしてます。で、これは何がいいかっていうと、無駄なものが何もなくって、バイオイルは傷口とかに塗るとそれを直してくれるっていう成分があるみたいで、なんかフィオン足とかさ、気づいたら傷ができてるっていう時があるんですけど、足マッサージをすると同時にそういう気づいたらできてた傷を直せるようにっていう感じで、一石二鳥な感じで使えるのも好き。これは顔にも使えるので使いやすいですね。体の保湿をするときはフィオンお風呂を出て、バスタオルで水気を取らないまま、このバイオイルを全身に塗って、余った水分はちょっとだけこうやってタオルを押さえてあげるっていう感じで使ってるんですけど、そうするとやっぱり肌のしっとり感が全く違うので、やってみてください皆さん。これも多分何回も言ってるんですけど、ちょっと触られた時にガサッてなるのが嫌じゃないですか。しっとり柔らかな肌みたいな感じになりたいっていうその希望があるので、フィオンは体のケアもしっかり頑張ってます。続きましてこちらがベージックになるんですけど、こっちがリプレニッシングボディオイルで、こっちがソフトニングボディローションになります。で、これは実際にまだリピ買いはしてないんですけど、リピ買いするって決めてるもので、これなんだかというと、これベージックって韓国のビーガンコスメで、フィオンも最近使い始めたものになるんですけど、最近使い始めたけど結構もうなくなってますよね。この2つのセットは肌が本当にしっとりしてるのを持続してくれたというか、ふと自分の肌を触った時に、何このしっとり肌って感じたアイテムになります。これも普通に無難に使えて、で、使い方はさっきも言ったように、お風呂上がってその水気がある時にオイルを塗ってあげて、残った水分取ってからのこのボディローションっていう使い方もできるし、この2つを混ぜてから塗ってあげることもできる。だからちょっと時間がない時とかは、このオイルとボディローションを手のひらに出して混ぜてから全体的に塗ってあげてます。でもこっちの方がそのベージックさん的にはおすすめの塗り方らしい。こうやって2つを混ぜて塗ることによってより保湿効果が高まるらしいんですね。このベージックがベーガンコスメっていうことで安心して使える部分も好きだし、なんか匂いも独特な感じがない。フィオンは香水をつけるので、ボディクリームに匂いがすごいたくさんついてると、いつもつけたい香水とちょっと混ざっちゃってグーってなっちゃうのがフィオンは嫌なので、ボディケアとかに関しては基本的に香りがナチュラルなものを使いたくって、そういった意味でもこれは使いやすい。いい、はいって感じで、フィオンのリアルリピ買いアイテムたちをご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたか？
今日紹介したのは本当におすすめできるものたちなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいって感じで、この動画が楽しかったり、ヒヨンのリピ買いアイテム欲しいなと思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クローン、アンニョン。